中京区三部東高田町1-21に本部を置く日本の私立大学である2014年に設置された京都府内では唯一となる看護系の短科大学でありキャンパスは京都私立病院に隣接する四万都市や長浜市などの自治体鳥取看護大学などの教育機関と各種の協力を行っている 京都市立看護短期大学の教育資源の承継に係る基本協定締結式について京都市2014年3月11日へ閲覧地域医療推進で京都看護大と協定高知毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20160110/ddl/k39/040/23400048 市長のお仕事アルバム長浜市2018年9月8日閲覧鳥取看護大と京都看護大包括連携協定を締結 参院中央新報。http コロンスラッシュスラッシュ w w w s <www>. a n i n c h u o c o j p スラッシュ www スラッシュコンテンツスラッシュ1536368227996スラッシュ。ありがとうございます。